はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、朝一今会社に出てきたんですけどね、いや昨日に引き続き、いや神様からの届き物がまだ届いておりましてねえ、いやバンパーが置いてあります。デコトラバンパー、デコトラ用バンパーこれは使えってことなんですかね昨日はアンドンがキャンタロウの前にバンパーのところに置いてあって、今日はね、森くんに買ってもらったこっちのキャンタのところに置いてあります。これはこの森くんキャンタ、まあ、森キャンでね、森キャンに使えってことなのかないや、どこの神様なのかな。いやありがたいこれね、多分ね、使えるね、ちょっとだけ加工が必要かな。でも、まあ普通に使えるねまあ、これはこの森キャンに使います。森くん喜ぶべな。森くんトラックがね、好きで、なんだ、ちょっとカスタムしたいみたいなこと言ってたんだよねこれバンパー買ったら多分高えよこれねえ、マジで買おうと思うと結構するよね。結構デコトラのやつさ、このカスタムパーツ調べてるとさ、高いんだよねいやー、これはありがたく使わせていただきます。多分大丈夫だと思うんだよね。使えないことはないと思うな。車幅ギリギリ、まあなんとかなるでしょまあとりあえず、神様ありがとうございます。ありがたく使わせていただきます。ほんで昨日午後からケイン自動車ガチャンで運んできた車3台ね、昨日私ね夕方確認してなかったんで、まあせっかくこの動画撮ったついでに朝一だけどさ、その3台を見ていこうかな。裏に多分置いたっつってたから、あ、もうライフだね。ライフ3台だ。 JB5 のライフだね。あ、もう普通だね。あ、でも4駆だからこれ売れるよ。やっぱさ、雪の降る時期はさ、4駆だよね。この JB5 って前モデルのね、古いけどさ、これいいんだよね。ずーっと言ってるけど、燃費もいいし、故障リスクも少ねえしさ、値段も安く買えるから、これいいんだ。17年式の10万5000キロ、タイミングベルトの交換はしねっかダメだね。これ、このライフも一緒、JB5。もうみんな一緒だな。みんな一緒。あとこれだ。黒。まあ、無難だね、無難。これ4駆じゃねえのかな。フェンダー汚ねえな、これ。これは、これタッチャに直してもらおうかな。一回板金塗装してんだね。それがちょっと汚いから、あと時間見て、あ、これも4駆だ。これ売れるわ。黒の4駆だし、こっち側のフェンダーも汚いな。これ、これは素人板金だな。うん。これはこのぐらいだったら俺もできるな、多分。これ汚い、これ。ボコボコしてるし、塗装も汚いの。これはこのままじゃちょっとみっともねえから、多分サビんところをね、多分前オーナーさんがプロの板金屋さんじゃなくてご自身でやってみたんでしょうね、多分ね。なんかそんな感じ。まあ、あとたっちゃんにお願いして、まあサビんところのね、板金塗装ってやっても多分すぐサビまだ浮いてくから意味ねえとって多分言われるけど、でもね、このままで売るよりはね、いいようにやった方が。ここはたっちゃんにお願いして、左右ともに板金塗装かな、やってもらうような感じだね。でも4駆だから、これは売れるよ。車検さえしっかり通してさ、タイミングベルトの交換もしなきゃダメだろうね。走行距離も見てないけど。あ、ナビもついてんじゃん。
いいね。12万キロだ。12万キロの17年式。12万キロ。ナビ動かねえかな。ナビ電源止めねえか。あ、動いた。これね、このピースでナビに関して基本としてはね、まあ動作確認は基本取ってないです。まあ電源の確認くらいは取ってはいるんですけど、なんかね、よくある故障で言うと、このタッチパネルがちょっとずれるとかね、触った時にちょっとこう、ここ触ってんだけど反応するのがこの辺で反応するとかさ、よくあるよね。あとタッチパネルが全く持ってる無反応のやつ。あとまあ道路状況が、あの古ければやっぱ新しい高速道路とかがね映んないとかさ、まあまあもう基本的にナビに関しては電源ぐらいは確認はしてるんですけども、それ以上の動作確認は基本的には取ってないと思ってもらった方がいいですね、ピースのやつね。まあどうしてもね、古いね、中古車でナビとかもさ、やっぱり道路状況も変わってたりね、古いタイプのついてするのが多いんで、まあ大体は動くんですけど、大体は動くんだけど、まあ一応ナビに関しては現状です、すべて。ナビに関してつか、そうだね、オーディオ関係部分は全部確認の方は、電源動作確認くらいなんでね、まあそんなとこかな、朝一の動画。ね、まあ今の3台。まあ、なんてことなく普通の出雲通りの JB5 のライフでした。今日は、今から朝の段取りをします。いいね、今日も頑張って仕事しねえと。あ、いいな、これ俺の車、せっかくだから最後取っとくか。俺の LS、 これ俺セダン大好きでな、なんかやっぱりいいよね、運転しててさ、あー乗ってるなって感じがするね、この車。今日朝食った時にさ、これ今スタッドレス履いてんのね、スタッドレス履いてんだけど、空気圧センサー、これ空気圧センサーのなんかエラーが出てたな。空気減ってねえと思うんだけど、空気減ってますっていうエラーになっちゃってたな。これが癖悪いんだな、こういう車。この裏に基板入ってんだよね、この基板が、まあ、電池なの多分ね、電池切れちまうんだよね。この空気圧センサーはさ、便利なんだべけどね、なんかこう電池切れでもつくし、この都度交換しなきゃダメだからね、このセンサー。これがひどいんだ、だから空気多分入ってんもんな、空気入ってんだけど空気足りないっていう風に、てか空気センサーが反応してたんでね、空気圧点検してくださいってね。多分どっかの電池切れかな、これな。前ケンジに磨いてもらったんだよね、でも最近全然洗ってねえからさ、この時間見て洗おう。無事でまた11月のね、頭の3日の日の赤い日かな、3日の日の赤い日、月曜、火曜、月曜日は定休日で休んでるけど、火曜日の日、赤い日になってんだね。その時はお店休みの予定だったんで、ね、その時は家族でどっか遊び行ってこようと思ってね。です。こうモチベーションが上がるね。自分でさ、車やってる理由も車が好きでね、車が始まってるんで、ね、セダンが昔から好きで、高級車乗りてえなーと思ってさ、頑張って、ね、こうやって、まあ、新車なんかとても買えないけどね、中古のやつだったらね、なんとかかんとかあえて買ってるけどさ、まあ中古だったらね、今の、あの軽自動車も新車買うくらいの金額で買えちまうがね、レースとかも正直さ、な、うん、シガちゃんのハスラー、新車シガちゃんのハスラー買ったけど、あれ買う気になればね、多分俺の LS グレーだったら多分買えちまうもんね。もう俺の16万キロだから。ね、あのスピンドルグリルってやつの初期モデルね。まあね、高級車、ああいうセダン系は中古になったら安くなっかんね。どうで、まあ、とりあえず今日も頑張って働きます。低価格車専門店ピース。
何かある時にはご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。